ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション4の The Last of Us Part 2実況プレイでございます。続きからやっていきましょう。殺されたジョエルの仇を討つために、シアトルまでやってきたエリーとディーナね、を操作して進んでいきます。シアトル解放戦線とかいう連中に殺されたわけなんだけれども、そいつらを追ってやってきたと。ただ、手がかりがないんだよね。そいつらがやったっていう明確な証拠もまだつかめてないっていう。ただ、殺した連中が着てたジャケットに、シアトル解放戦線の刺繍が入っていたっていうような。そういう感じみたいだね。ともあれ、まずは情報収集からしたいところなんだが、迷いの森では、どこに行けばいいのか全然わかんねえわ。進める道とかも結構あるしね。道分かれてるし。うん、近づいてる。周り見張ってて。オッケー。わざわざここで長押しでかけるってなんで出るんだろう。敵出てくんのかな。あ、馬からも一応降りられるんだ。周り調べてこうか。じゃあもしかしたら物資があるかもしれないし、一応銃構えることもできるっていうことは、敵が出てこないとも限らないよね。武器切り替え、使い方がよくわかんない。なるほど、四角ボタンを押した状態で十字キーでリボルバーに持ち替えることができるみたいだね。乱戦時にはリロードしてるような隙とかもないかもしれないから、スムーズに武器を切り替えられるようにならないといけないね。確かこれバックパック開かなくても、スムーズに武器を持ち替えることができるようになるスキルがあったはず、前作だと。それを習得してからじゃないと使いこなすのはちょっと難しいけど、いちいちバックパック開いてたら、そのうちに、その間に敵に不意をつかれたりとかするかもしれないからね。ほらね、さっきのでっかい、ちゃんと道分かってたんだね。これはもともと多分道路とかがあったんだよね。ここには車がたくさん打ち捨てられている。車の向いている方向に行けばいいのかな。こちら側は多分違うよね。道路が崩れてて行けなくなってる。車の向いている先にもしかしたら都市があるかもしれないよね。このキャンピングカーの中入れないかな。入れそうなところは一応調べてくんだけど、入れないね。感染者もいなければ人もいない。どうなってるんだろう。おそらく道沿いに行けばいいんでしょう。なんか音がする。鳥か。鳥が飛行機の状態か。馬で車の上に登ったりできるかな。障害物がある場所でしかジャンプできないんだ、馬は。バスボタン押してもジャンプしてくれない。なんか妙な騎士感があるんだよな、これ。前作も似たようなところに来たような気がする。家がある。キラリと待ってて。入れそうなところは覗いていきたいよね。なんか戻ろうとするような気がするな。おっと、物資発見。パクってく。これは？あ、トレーディングカードだ。よしとかって何がいいんだよ。地図だ。なんて書いてある？シアトルへようこそ。ただ地図見たところで仕方ないんだよね。これいちいちインベントリー開かないと見れないんだったら、どこかのボタンワンプッシュで地図を開けたりとかすると活用しやすいんだけど。古い観光地図、悪くないかね。どこ行けばいいか、その都度ナビしてくれるのかな。音声とかで、エリーとディーナの会話とかで。これ奥行けるかな。
あ、いけないんだ。引き続き先へ進みましょうか。行け、馬ころ。おや？あ、ここはいけるか。ここいけそうだね。川になってる。雰囲気は平和だけどね。これ一体道路どうなってたの？やけに静かだね。ジャクソンの監視所みたいに偽装してるの。かもね。だったら怖いな。急な不意打ちとか食らう可能性があるよね。気をつけないと。わざとか仕掛けてあるかもしれねえな。なんの？ああ、馬のいただきか。腹減ってんのかな。基本的にこのラスアスの世界では移動手段って馬なのかな。車とかはもうないよね。ガソリンが手に入らないと車は使えないってことかな。ただおそらく貴重品だよね。おっと、壁発見。そう、見つからないよ。中に町あるね。これは隔離地域っていうところが、要は人が住んでるところっていうことだね。見つからないように行けって言われても、見張り隊みたいなのがあるけど、あそこに人いるんじゃね。さすがにあの距離だったら聞き耳立ててもダメだよね。どこ？ひび割れてるところ、うん、でもどうやって、あそこか。でもまずは周り調べたいよね。侵入者を見つけ次第射殺。うわ、怖。まあでもここで間違いなさそう。誰もいないね。うわ、この警告見る限り入り口はあるってこと。おまわりさんかな。物言わぬ屍が。まずはアイテム漁りたいけど、監視所みたいなのがあるよね。上のひび割れてるところから中に入ればいいってことか。人いない？もしかしてこれ人の影はないけど、聞き耳立てても人がいない。テキスト発見。なんて書いてある？グッドラックしか読めねえわ。ゲートにたどり着いたらキーランという名の兵士を探せ。俺の使いだと伝え、役を渡せば壁の中に入れてくれるはずだ。幸運を。つうことは前に出てきた薬物、あれ持ってこれば中に入れてくれるんじゃないの？それともさすがに見知らぬやつは中に入れてくれねえか。この場所では完全にお尋ね者だからね、この二人。実際どのぐらいの距離を移動してきたのかわかんねえけど、前作もシアトルだっけ、大学とか出てきた舞台って。ジャクソンからどのぐらいの距離があるんだろうね。いいものあった？持ってかれてる。ただ歩いてこれない距離っていうことは、まあ結構遠いんだろうね。何十何百キロといったところか。何十キロぐらいなら人の足でも行けるか。何百キロとかかな。これって檻？留置所だよ。ボストンにも同じのがあった。一体どんなやつが中に入れられるんだろう。やっぱり犯罪者かな。前作からの世界観だと感染者は即射殺だから。さてさてさて、どこから中に入れる。アイテム発見。しっかり取っていく。建物は全部調べたかな。あとはひび割れているところから中への入り方を。ツタとか登っていけば普通に入れるんじゃないの。あそこだよね。ここから登れるかな。何かしらのヒントがあると思うんだけど、前作だとね、はしごが落ちてたりとかそういうのがあったから。
それともまた前みたいに車の上に登って上に上がっていかないといけないのかな。なんか植物のつるみたいなものが垂れ下がってるよね。もしかしたら撃つことによって通れるようになったりとかすんのかな。撃てそうな怪しいところはたくさんあるけど、とりあえずここに掴まれないか。無理だね。どうやって上がるんだろう。やべやべ、ティーナも呆れてんじゃん。とっとと道見つけろって。こういうところから登っていって順繰りに行けないかな。入り口ある。エリーねえ、あそこの上は。ありがたい、ヒントが出るのはありがたい。向こうからか。これあまりに高いところから落ちたら死ぬかな。ダメージ受けちゃったりとか。こちら側から登っていけばいいんだ。あとはジャンプを駆使しつつ向こう側へ行けと。あ、落ちる落ちる落ちるって。行けなかった。ゆっくり行こう。あんまり急いで行き過ぎてもダメだわ。エリー、これはどう？キャラクターのコントロールまだ慣れてないからね。あ、先に行ってる。さすが。やるじゃん。ダッシュジャンプかな。よいしょ。危ねえ、落ちるところだった。ジャーンプ。崩れそう。つうかさ、こんなところにさ、こういう感じで登れるようになってたら、壁の意味がないよね。感染者は入れなくても、普通の人が入れんじゃん。ここは協力ジャンプか。手伝って。オッケー。よし、足につかまれっていうのじゃないんだね。見張ってるね。向こうからゲート開けられるか見てきて。任せて。うわ、一人で行くのか。見張りいるよね、これ。あんまりことを荒立てたくないよね、今の段階では。ゲートそのものを開けちゃっていいの？うっそ、ここ渡んの？マジ？よいしょ。危険では？歩いてこ、歩いてこ、歩いてこ。バランスって出てたけど、普通に行けたわ。次は、あそこに飛び移れそう。危ない。あ、これくぐっていけばいいのかな。で、ひび割れのところまで来たけど、どうやってあそこまで飛び移るの？これ、この距離大丈夫かな？あそこから入れるよね、だけど。行くしかない。ナムさん！うわぁ！すげぇ音鳴ってる。平気！死ぬ寸前だったけど。こんなおんぼろ。鉄骨に捕まった瞬間に落ちてもおかしくなかったよね。さあ中へ入っていく。え、あれ果ててね。これ本当に人いんのか。けど建物は比較的綺麗だね。さあさあさあ、戦闘が控えてそう。ここから先は多分敵は感染者じゃないよね。どこに隠れてるの。なんかイベントシーンが多くてさ、ほとんど戦闘してねえような気がするんだけど。見張り台みたいなところだ。誰もいない。物資発見。これもか？なんて書いてある。読んでいってみましょう。ゼルダ、お前の部隊がゲートを抑えたら、ゲートを開けてジョンの部隊と連携しろ。難民の中にスパイを潜り込ませておいた。
なんて呼ぶんだろう、フェデラでいいのかな、は全員処刑しろ。エリアを確保したら WLF への忠誠を誓った難民のみ受け入れるんだ。生き抜く力を。どういうこと？なんか敵対勢力みたいなのがいるってこと？いろいろな勢力の名前が出てきて、誰が誰だか全然わかんねえわ。まあ、とりあえずジョエルを殺したのは、ワシントン解放戦線である可能性が高いということぐらいしか、今はわからねえよ。俺の頭では。拙い頭では。ま、ネジが一本抜けているどころか、一本しか残っていない男という異名があるからね。おっと、もう戻らないが、これでゲートを開ける手段が見つからなかったら、ディーナオツになってしまうんだけど。むしろディーナは変えればいいか。危ねえのは俺か。エリーか。その辺に兵士がいるかもしれないから気をつけないとね。軍用車の陰に隠れつつ先へ進んでいきましょう。タイヤパンクしてね、これ。あ、瓶がある。瓶があるっていうことはやっぱり敵が出てくるよね。車の下とかも入れんのかな？入れないね。瓶たくさんあるな。誰だよ、ここで酒盛りしてたやつ。ともあれ、物音を立てることができるアイテムが出てきたということは、敵がそばにいるっていうことだから、気をつけて進んでいかないとな。出てきたやつは皆殺しでいいのかな、もう。中人いそうだな。開かない？窓ぶち破って入るしかないのか。けど窓ぶち破った瞬間に、音で発見されそうだよね。あ、他にも調べられそうなところがある。配電盤みたいなの。これ押したらどうなるの？なるほど。電気通せってこと？ゲートのスイッチかな。じゃあバスは、電源を供給しないといけないってことか。ゲートのスイッチっぽいよね。他に向こう側行くための手段は？下の中も通れないし、これ窓破っていくしかねえな。よいしょ。音で気づかれるかもしれない。と言いつつ、もう一つの窓も壊していくスタイルか。ジャンプ切りとかできないのかな、これ。ジャンプ切りできないね。手切りそう。アイテム発見。うわ、なんか暗号っぽいけど、これ。これって、いつ書かれたんだろう。裏へとかって書いてある。ゲートを開けるパスワードみたいなのがあるのかな。大規模の作戦を目前に控え、ダウンタウンから残りの物資を回収するようにと、アイザックからのお出しだと。手がかりにはなるか。裁判所とドーム、この2カ所にあるガソリンをすべて回収し、セレベナ基地へ隠れ家の絵持ってこいと。セレベナ基地ね。そこに結構人集まってんのかな。お、ジェネレーター見っけ。これを操作していけってことか。これは鍵反対側から開けられるか。開けられる。今のところ行けそうなところはないから、電力を供給して先へ進めばいいのかな。あ、ここ登って向こうに行けそうだね。ただ、一人では無理。ディーナの力がいりそう。これ苦手。一回やってるからさすがに行けたか。で、あとは電源を、これをつなげればいいってことだよね。うん。無事に開いてくれよ。開くのはそこかい。正面の大きなゲートじゃないんだね。どこ？どっかからか入ってきたとか。あ、小窓がある。ここから向こうの様子伺えそうだね。ちょっと待って、その前に周りを調べないと。物資物資、あくまで物資優先の男。この建物の中だけ調べて、
ディーナとコンタクト取りましょうか。これ引き出しの中何もなくね。あ、これが門の開閉スイッチかな。大掛かりなスイッチがある。また電力供給しないといけないの。なんか物資乏しいよね。難易度低いとこういった引き出しの中とかにもアイテム入ってんのかな。普通にこれはレンガか。まあ、とりあえず家計にダメージだけ与えておいて、ガラス壊してね。家計にダメージを与えて少しずつ敵勢力のね士気を削いでいくのがこの実況者ホステルさんの汚いやり方だから、ここ馬で通れほうだよね。まずは電源供給しないと。次ここに電源当てないといけないのか。とりあえず小窓を開けてみましょうか。ディーナ、ねえ大丈夫？今の音何？あそこのゲートを開けた。次はこっち開けないと。うん、エリーならできる。どうも。はい、もう一つの電源をつなげないといけないよね。ただここ外しちゃうと門閉まるんじゃね。大丈夫かな。あ、大丈夫だ。これ向こうにつなげればいいのかな。届く？あ、届かねえんだ。長さあるんだね。じゃあ向こうに投げていけばいいんじゃね。多分このコードをそのまま使うんだよね。こっちにも届く？あ、ギリギリ届きそう。これで開けるだろう。よし、抜ける前に。なんか普通に抜けそう。パスワードか。ちょっと待ってね、さっきのやつだ。なんて書いてあったっけ。これじゃなくて、これは自分の日記か。この2週間は人っ子一人見かけないとかって書いてある。じゃあシアトルまで結構な距離を移動してきたってことか。ちょっと待って、どれだっけ。あ、検問ゲートのコード、これだ。ウエスト1とかって書いてあったっけ、表に。6128だけど、ちょっと待って、もう一回確認しよう。別のゲートを開けたら敵が集まってくるかもしれないからね。ディーナに聞けばいいかな。表に書いてない。暗証番号入れろってさ。でもさっぱり。もっとさっき拾った紙、番号書いてあるかも。うん、だね。少しは役に立てた。あとさ、ゲート番号読んでくんねえかな。ここからディーナ撃てるかな。やってることが悪党なんだけど、バカ丸出しだわ。ゲート番号こっちからだったら見えないんだよね。わかんねえ。確かウエスト1だったような気がするんだけど、入れてみるしかねえか。6128って書いてあったよね、確か。それ入れてみよう。動きがもったりしてる。ダメなんだ。もう一回見てみよっか。ウエスト2だったかな。けどウエストだったよね。6451。じゃあ次はそれ入れてみよっか。間違った番号入れても敵出てこねえみたいだから、まああらかた順番に入れてってみればいいんだよね、これは。だけど開かない。なんでだ。裏は？あ、そっか、このメッセージだよね。どういうこと？
メインゲートか。0512。ここメインなの。まあ、とりあえず入れてみるしかあるまいよ。0512だっけ ?21 だっけ?ほんと30秒前のことも忘れるんだけど。やばそう。敵集まってきそうだな。馬大丈夫かだけど。あ、けど、あそこの有刺鉄線のところは馬じゃないと飛び越えられないから馬に乗っていくしかないってことね。そしたら一旦切りましょう。ご視聴ありがとうございました。